Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Star Rail. Il est temps de continuer le domaine of sphère du vide avec Dang Eng. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Ok.3人で一気に行こう。即戦即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。 Let's go. On est mis tous un petit peu bien fait. En plus, il enlève les bonus alliés. Ennemis. Oh. J'ai vu hors combat que son heal enlevait les malus. Non, pas les malus. Les malus alliés. Pratique aussi, quoi.見れば分かるはずですが、あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくり傀儡だったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口くん、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の九月半眼で運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私についてこいって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。 あ、あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったり痺れたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。 無駄です。この身はからくり、肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条の。 よかった。地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、半眼は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。 非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら、私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。On va savoir. Soit on dégage, soit on vient avec toi, mais on peut pas faire les deux. このような光景は初めてです。OK. Pendant ce temps, la commission de désignation.
たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。Alors, donc votre plan c'est de tuer un aïon? 何を言ってるの？それは私たちの願望じゃないわ。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ。どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって、主なき運命だけが残ってる。今現在、人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その2、アイオン同士の戦い、強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も遵守の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。Pourquoi ils ont tué l'abondance? 私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞いだった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる賜物、剣木を手にした。けど、すぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして遵守が現れ、一死で剣木を射抜き、分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ？聖堂を歩く人間からは、永遠に聞けない話よ。Et la troisième manière? 待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。ジンちゃん、残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木に何て言えばいいんだろう。ボンケッション。カフカが俺に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはずだ。あんた、あの女に洗脳されてるの？Ah, franchement, très beau l'arbre. Je me dis, c'est pas l'arbre qui avait été abattu justement par la chasse. l'histoire qu'on vient juste d'entendre il y a quelques instants. Je dis ça, mais. Arrête, c'est Jack qui a mis cette crête. Han Bun n'y n'a pas de crête, de chou. Cuny, c'est Tio, c'est le cadeau. Au cachillonné. C'est barassi.実に素晴らしい。なんという幸運。たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。Je suppose. L'arbre d'ambroisie possédait une sorte de pouvoir. この異様なエネルギーは性格だ。ってことは、性格の力で剣木が生命力を得た？ああ。この異常現象の元凶は。運気軍が探している性格だろう。あ、maintenant on peut aller par là。Jusqu'à présent on était totalement bloqué。
か。いい感じだ。カフカが旧館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲンドロ。旧館の陣は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。でまた私に策を練れと。ああ、フゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う。将軍。ん？将軍も悪いお人ですねきちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか。万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで。まったく、ウゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい。性格ハンターが故意に列車と泉州を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。
Alors, on a un problème. Laissez-moi deviner. Encore du travail. C'est que tu n'as pas encore appris. いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか。まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか。なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のアリカは非中の日、先週の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からもフゲン殿に一言忠告しよう。規則は先週があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、il se fout littéralement de sa gueule, c'est monstrueux. Gendoro, この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか。ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして。わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に正確封じの策に加わってほしい。運気軍の方はフゲン殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り、フゲン殿と再度合流してほしい。Alors, ordre reçu général. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un homme qui a été traité comme un homme. C'est vrai. Je ne suis pas un homme qui a été traité comme un homme. Oui, je vous remercie.行に際あり、利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。Désolé, quelqu'un s'est échappé. Sudden, il y a son stéta. Ah. Eh? Ocorana indo. Sudden, il y a un aizumi de. Cocorono jumbi ou stéta midaïdane. Kafka ou temo muda de show. Kyukan no jinwa. Kanojo no keppako ou shimeste irmono. Ima juicy subekiwa. Kenbokyo. Guider les troupes à la commission d'alchimie.性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所、剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。J'ai un peu que nous allions à la commission d'artisanat. 本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵士に一番近いから、もうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから、私についてきなさい。Parfait.
将軍からの請託があるゆえ、私はここで失礼するわ。もう失礼。お前たちも気をつけて。そうだ、大木様。うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は健康利邸、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくても分かるの？Je suis sûr qu'on s'en sortirait sans problème. Allez, répondez avant maintenant. Même si je le sens mal. その言葉に感謝する。さあ、行こう。Ok, là, ce kiff est là, c'est ça? Ouais, là il y a un petit puzzle. On va le faire ensemble. Ok. Ok. Donc je dois d'abord faire celui-là. Ensuite, je dois faire l'extérieur. Et puis l'intérieur. Tranquille.Et voilà mon corbeau. Ok, là. On récupère ça. Je vérifie le truc à faire et après, on ira ici. Commission de l'artisanat.あら、結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか、大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。Alors, on dirait que le mot détente ne fait pas partie du vocabulaire de la voix du pionnier.として、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造士にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。OK。Un petit objet。On va pas s'en plaindre non plus。Donc là, c'est une nouvelle map。Se trouve ici. Je crois que c'est d'ailleurs le troisième cercle. Je sais pas si on compte pas le mur extérieur. Ok. Allez hop. Parlons, parlons. C'est où qu'on va parler? Par là au-dessus. Ok, ça va. La porte est fermée, tout comme les métaux dont elle a été forgée. Il en émane une froide indifférence.気に入っておきますが、構造士は泉州の用地、大牧師と同じ位置にあります。許可なく構造士に踏み入ると、法令により
最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。Alors, je suis sûr qu'ils seront du genre vu les circonstances. Je viens de nous envoyer ici. On n'a sûrement pas ce droit, non ? Arimasu. Desu ga, Kozoshi wa kazu ooku no keibi sōchi ga okarete itte. Moshi kakomaretara, tatoe shōgun sama demo sugu sama tasukeru koto wa dekimasen. Odoshite iru wake dewa arimasen. Jōgen desu.大牧師の時のように先に構造士の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。Ça m'a l'air plus raisonnable, on est d'accord. 中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。先生。運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。あ、その身なりは誤解した。旅人か。ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。僕も悲しい。Alors, ne vous inquiétez pas, votre chevalier servant vient d'arriver.Pas de panique, la cavalerie c'est moi. Ok. On est tous désolés un jour ou l'autre. Ouais, ouais.構造士は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。Que faites-vous ici? 何も。待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ。死にたくなければ中に入らない方がいい。Que s'est-il passé à l'intérieur ? Qui a bossé au stand ? Quelqu'un de bonsaï a subitement grandi et s'est mis à rôder dans la ville. Tout le monde est incroyable. Le chevalier n'a pas étudié les plantes de karakuri et les mudojos. Il a eu des techniques de cultivation si grandes. D'où vient-il ? C'est étrange. Vous devriez partir. Non, le professeur est encore dedans.講師先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。Pour sauver ces données de recherche, la date butoir du projet est-elle proche? Vous n'avez pas essayé de l'arrêter? La première. 命よりも大切な研究成果はないよ。Pour certaines personnes, oui. 航路がやばいって先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって。C'est ce qu'on a dit également. On est effectivement plutôt. Ah, Kegen Shogun から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから。あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあ、この曲譜を受け取って。先生を見つけたら、どうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら。何かあったら。安心してくれ、少年。君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。Sérieusement? Des claques. もう喋る気がなくなっちゃったよ。Je te retourne la question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que ton diplôme vaut plus que
la vie de ton maître. でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？Elle vient pour ventre. Oula. Ça promet. 性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。Tant bien, nous sommes jardiniers professionnels. 落ちだ賊どもよ、サルガイ！いや！近づくな！それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ！OK. Bon, on est mis tes pieds de marionnette et après on te parle, d'accord? どうせ通りかかっただけだの、注意だの、門が開いていただのと言うんだろう。突然市内で異変が起き、誰の芝坂かと思いきや、賊の芝坂か！さあ、くらーい！ザ・ボムディ・ケルクシュ。エーディが当てにならないなら、君らに選ぶ道の凄さを思い知らせてやる。J'ai tendance à dire Jiraiya, mais je pense que je m'avance là. Jiraiya de Naruto. N'hésitez pas à me le dire, commentaire. Non, je rappelle que j'ai les voix japonaises. Kokun Garegama! Toka Ryukyo! Doista! Hayaku Okiro! Anna ni kawaii gatte yatta no ni! Yoku mo ore no kawaii kotachi wo kona kona ni!弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。Est-ce que c'est vous, maître Gongshu? ああ、俺の名を知ってるのか。まさかこの陽金鍛冶のてっぺんたる孔秀亮の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と普賢さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。孔秀先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。お、将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造師が木の妖怪に占領された挙句、四方の増加航路まで奪われてな。手ごわい妖怪め、どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中に。Mais qui a-t-il dans le fourneau? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Où devons-nous aller? Qui allons-nous affronter? Yapparida! Shogun Samaga Omaira Otskawashita Ryuga Mietazo! Kozoshi no Kiki wa Suni Kaiketsu Dekisoda! Omaira Otetsudairu Hoho Aruga, Sono Kawari, Chikara o Kashite Hoshi! Saa! Kochi da!見ろ、これは構造師がずっと完成させることができなかったからくり、共感兵画だ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この共感兵画は玉海門と同じ機能を持つ二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。
Une sorte de téléportation, comme si on n'avait pas utilisé depuis un moment, depuis l'épisode précédent, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Tashikani. Densou kyori ga mijikaku, energie no shoumou ga hageshii toyou ketten wo nozokeba, kanzen ni seisa to torikaerareru. Kanzen ni dame ppoi ne. Kaitaku no kaiki anka ika da. Arara.構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵庫に絡まってしまってな。Je crois qu'il veut qu'on lui pose des questions. Alors, je suis sûr qu'on peut, que vous savez comment le réparer. Merci pour cette explication pleine de panache. Au revoir. Je devrais informer le général que cette route est impraticable, alors. Bon, je suis sûr que vous savez comment le réparer. あの妖怪が押し入ってきたとき、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは空中ルコーというからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもないが。ね、伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ、妖怪退治にはこと足りるだろう。OK。まあ、テスト。天下だ。火は火に勝てまい。Pixie Forblayer. Pareil que des branches de l'arbre d'ambroisie bloquent le passage. Utilisez les dispositifs de conduction d'énergie de la commission de l'artisanat afin de détruire toutes les racines enchevêtrées de l'arbre d'ambroisie au même moment. Faites tourner le nœud de réception pour ajuster la direction de conducteur de l'énergie et Helium. Activez ensuite le déclencheur pour libérer l'énergie Helium dans la direction du conducteur. Les racines enchevêtrées de l'arbre d'ambroisie doivent être détruites au même moment, sinon elles repoussent rapidement. Ok. Là j'en ai déjà un qui recourt. On est dans le sens aiguille du monde. Encore. J'en ai plus de l'autre côté, mais c'est pas grave. Voilà. Les deux sont visés, je dirais. Lancer. Parfait. Izo, nakanaka da. Shi ni osowatte mo doryoku wa onore ni aru. Omae, ore no dekisokonai no deshi yori erai zo.Et un petit tremblement de domaine de sphère. Non, t'as dit quoi? D'où y aura, oré no buki ga kiita yo da ne? Ano yokai me, kitto itagattan daro. Yoshi, j'a sassoku, kyokan heiga de mukou ni ikuzo! Nagabikase sugite, mata eda ga nobiru mai ni ne.La distance est quand même relativement intéressante. Parfait. Mite, Kenbok no Nekko ga. Are wa Kozoshi no Shiho, Zouka Koro da. Omaera te o kase. Chikara o awasete, are o kiri otosu zo. Koro o ungatsu mae ni na. OK.気をつけろ。何やら変化しているようだ。クラス。クラス。
これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技、思うがままに命を作り出すとはこの力良きかな。下手に動く。Alors, il est sensible au feu, à la glace et je sais pas à quoi. Ça tombe bien, nous n'avons que le feu dans l'équipe. Ah. Lui, il est sensible au moins à un truc de au moins. Les racines sont sensibles au type de Welt. Welt, c'est ça ? ランス戦闘準備。あ、ça va pas m'arranger non plus。お注射の時間よ。始めよう。次のジャムスにスプマホ。剣木の根と航路を守っているようだな。俺が。わー。Ok, le con il se régène en plus. Seiji Kyojitsu, Ichinen no Manari, Douten Genke, Chōmu Ikkaku. Oksuri no jikan yo. Anshin shiro. Maku. Ah, bien, on l'a récupéré.炎の槍を断ち切れ。しかも足元から猫が出てきたよ。キャブザドヒール、トゥロンヒールパーセキュリティ。時期を読んだいい治療だ。退け。君らはこの力に杖とし、君らに選ぶ余地はない。オクゼンモンス、メイカンイル。ランス戦闘準備。Le île va être complété。Mais encore。Pour l'instant, vu qu'il est constamment île, c'est compliqué de pouvoir faire quelque chose。ありえなくない？ここは一旦引くしかないな。ついてこい。Ok, donc on bat en retraite pour le moment. On reviendra, on reviendra. Reste là, ne bouge pas.根とつながってるため、あのような恐ろしい力を持ったのでしょう。うぐぐ、あれがいる限り、どこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも、他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。Donc, si on suit les racines, on pourrait trouver sa source d'énergie, non ? そうそう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。Parfait, c'est ce qu'on va faire. Mais on le fera lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu.N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!